こんにちは、揚げ場人です。お店も終わり、一段落してちょっと一杯やってるところなんですけど、今日はですね、こちらの盛岡で作っている梅カノンという日本酒に漬けた梅酒です。これはですね、すごくね、後味がすっきりしてるんですよ。どちらかというと優しいお酒の部類に入ります。焼酎で漬け込んである梅酒と違って、ものすごくね、さっぱりとして、もう飲みやすいんですよね。これ意外とね、ちょっと飲んじゃったんですけども、新しいやつはこちらにまだあります。はい、今日はですね、この梅酒を飲みながら、ちょっとね、僕の好きな歌を紹介してみたいと思います。僕が好きな歌の中に、さだまさしさんのかかしという歌があります。かなり昔の曲なので、若い方などはちょっとね、知らないかもしれないんですけども、この歌、上京していった子供を心配する歌なんですけど、これね、聞くたびにね、いろんなことを思い出すんですよね。僕が独立をして会社やお店を持ってから20年以上が経ちますが、その間に本当にね、いろんな出会いと別れを繰り返してきました。バイトの数にしてもすごい人数かもしれません。いろんな方が新たなる道に進んでいったんですが、たまにね、思うんです。元気で暮らしてるかな。もちろん今でも交流のある方々もたくさんいます。あの時は学生だったのに、今は結婚してね、子供がいるとか、夢を叶えて海外でバリバリ仕事をしている人もいます。でも音信不通で風の便りすら入ってこない人もいるんです。そんな中、この歌を聞くと、みんなどうしてるかな、元気でやってるかな、お金に困って悩んでないかなって思い出してしまいますよね。人生の中のほんの一瞬を一緒に過ごしただけなんですけど、やっぱりね、何かあれば頼ってもらいたいですよね。そんな優しい気持ちにしてくれる歌なのかもしれません。そして僕が挫折しそうな時や、いろんなことから逃げたい時、こう思うんです。もし昔を懐かしんで訪ねた時にお店がなかったら、昔の思い出話をする場所がなくなっていたら、きっと悲しいですよね。そして寂しい気持ちになりますよね。だから、そんなことにならないように頑張ろうって思うんです。そう考えると、逆に勇気をもらえる曲なのかもしれません。おっさんになって余計にこの歌の意味がスーッと入ってくるんです。学生の時お世話になった人や懐かしい場所など、もう一度見ておきたい、訪ねておきたいっていう気持ちが湧いてくるんです。楽しい思い出の詰まった場所、苦しい思い出の詰まった場所、あの時はちょっと恥ずかしくてきちんとお礼のできなかった人や、あの時はちょっととんがっていてきちんとお詫びのできなかった人、本当にいろんなことがありました。この歌の中に秘める人間の優しさの部分がすっごく好きなんです。僕には忘れられない歌になると思うし、これから子供たちが育っていくと余計にね、身に染みる歌なのかもしれません。という僕の好きな歌をちょっと紹介してみました。機会があったらぜひ聴いてみてくださいね。ではまた。